礼拝を始めていきますオンラインを通して礼拝を捧げている皆様、共に現場で礼拝を捧げている皆様、またいの福音書、中六章中六節の信仰の告白をしていきます。主は生ける神の御子です、キリストです。アメン隣の人を祝福してください。 神様はあなたに平和を与えられました。アメン神があなた方に、皆様に平和を与えられたので、その証拠に、その証拠として皆様をこの場所に呼ばれました。今日、第一コリント7書の御言葉は、すべて結婚に対する御言葉です。 結婚に対する教訓とまた離婚に対してまた再婚に対しての説明ですこのキョリント教会の背景について少し理解をする必要があります。今日、コリント教会の 聖徒の人々がパウロに質問をしましたそこにパウロは手紙を持って返事をしたわけですその当時の背景とはどのような背景なんでしょうかこのコリント地域には貿易の方がとても発達されていた地域です他の の他の地域よりは経済的に豊かな方でしたそのため性的に堕落していた地域でしたそのコリント地域に堕落していたその性文化が教会にまコリント教会の中にまで入ってきたわけです そして業界の中にはその快楽に従う者そしてその反対に禁欲する人々にが分かれていましたその当時は男優先となるとても女は無視されていたそのような状況でしたその中で革新的なことは ここまで堕落している世の中はすぐ終わりが来るかもしれないそんな中で結婚をするべきなのかということですじゃあそしたら離婚はできるのかまた離婚した人は再婚することができるのか全体的にこのような結婚に対する質問ですそれを見る前に先に理解しなければならないこと先に見ることがあります序論です1。人生です 私たちの人生の始まりはたお母さんの体内で10か月ですそして聖書に記録されているかのように私たちの一生涯は健康であるならば70から80年間ですもちろん100年を生きることも100年以上生きることも可能かもしれません しかしこの地上で世の中で力あるまま。健康に生きることは七十八十までです。大きさ番永遠の命です。人の人生のことを今説明しています。人の人生の中一生涯を生きる中で。 私たちの教会には今80を超えている大人の方はいませんが皆もちろん70、80に向かってみんな生きています。すべての人が生きているこの一生この一生がよい生きる中で自分の力、自分の動力を持って生きるかのように見えます。しかし目に見えないところでは 私たちの78年間の一生涯の中で目に見えない影響を受けるところはお母,さんのお,母さんお母さんのお腹にいていた10ヶ月の中が一番大きい影響を受けます。そのお母さんの体内で10ヶ月自分の意思とは関係なく 自分の家系と家の人々から受け継がれたものがあります。ですので、生まれて生きていく中でその影響をどうすることもなく受けていくしかありません。私たちの周りの人々を見ますと。 既に亡くなられた方がいますその方にああその方に会いたいなと思った時その方の子供を見ればよいわけです私たちは自分も知らず知らず自分の親の生活親の歩んでいたその人生の道のりを共に歩んでいますその後ろをついていています 自分も知らずその親の後ろの姿を見てついていっていますので自分も知らず自分からもその姿が現れます。今日を生きる私たちに過去となる対お母さんの体内での10ヶ月がとても重要な時期であって今日の私たちの生活の中でまだ切っていない 未来の永遠の命が永遠の命を持っているのか持っていないのかということはとても重要なことです。この永遠の命とは改めて言いますと永遠に生きることとなります。じゃあどこで永遠に生きるのですか誰と永遠に生きますかもちろん神と共に生きるところが 私たちは天国だと言います。神がおらず、サタンと共にするところが地獄です。もう一回言いますと、永遠の命とはつまり天国を示します。救われて生きながら、 命が絶えて死んだときに永遠なる天国にいて永遠に神様と共に生きることしかし救われていないものは死んだ後地獄,で永遠となり地獄の中で永遠となりますこの事実を知っているのかということはとても重要なことですですのでこの永遠の命を持っているのかこの永遠の命の望みを持っている人には今日がその望みのおかげで忍耐することができます 無理やり我慢するわけではありません。その望みがあるから、その望みを持って待つことです。しかし、この望みがないとすれば、その望みもないま望みのないま,ま、その影響をそのまま受けるようになります。しかし、重要なことは、 これらは私たちに選択することができません。英語でチョイスっていう団子があります。多くのものの中一つを選ぶことです。他の言葉でティシジョンという言葉があります。 何か一つを得るために一つを捨てること私と皆さんが得たこの永遠の命とは神様が私たちにその救いを与えるためキリストを十字架にかけられました私たちの選択でできたものではありません完全なる絶対的な神の選択によって成り立ったものです 遺産という地方に私益のために行きましたそこで学校の私益をする中で校長先生に福音を伝えましたでその方が言いました私は天国に対する確実な望みを持っているととても感謝なことでした 私たちがその確実な望みを伝えるために行ったことですのでしかし問題はその確実な天国に対する望みはどこから来たものですかということですその方が自信を持っていました神とキリストとは関係のないことだ私自分,の自,自分自身で 確実に信じていると。確信を持って確実に望みを持っていることはとてもいいことです、重要なことです。しかし、どこから来たものかということがもっと重要なことです。私は昔、どうせ私はタイ,のタイに福音を述べ伝えるために選挙,して選挙士として来られるものだから、英語権を 得て市民権を得て生きること、いることがもっと重要なことでないか、しかし、市民権でない永住権を得ることさえも、とっても得ることが難しいところです。この世の中で一つの国を選んで生きようとしても、自分の 選択は、選択のままに動くことができないのに永遠なる命を持って天国に行くことは自分の水準をもて、人間の選択をもて選択することができることなんでしょうか。ただ資格があるとすれば一つです。神様が私たちのために、私のために、キリストを十字架につけられました。この事実を 信じられる人に与えられるものが永遠の命です。私たちが生きている、今生きているこの一生が七70、80年間の生活は、その中でこれから来られる永遠の命を確実に信じたゆえに生きなければなりません。そうしてからこそ、今日の神の御言葉が。 理解されるようになります本論です大きい一番結婚ですまず先に結婚を見てみます結婚とは男と女二人が出会えてできるものですこれは小学校の子供たちにもわかることです結婚は男と女がするものだということしかし今の時代は 正確ににこの事実を明明ららかに明かさななななければいなない時代となっていますみんなが男と女が出会えてすることが結婚だと知っていることをしかし今この時代は男と男が結婚をして女と女が結婚する時代が来てしまいました。 男と女が出会えて結婚した故にできたところを家庭だと言います。男と女があって家庭が成り立ちます。この家庭、結婚はどうして重要なところなんでしょうか。神の形が回復されたところです。 神様は漱石一章二十七節に言いました人をご自身の形として創造された女と男と女とに彼らを創造されたと書かれています神の形神の形ということは男と女とにあえて 神の形となります。その足りないところを女をもて一つになることができるように許したことをそして完全なる神の形の中に入っていくことです。それが結婚です。 男と女がいてからこそ家庭となりその時に神の形が完全となります。ですので男と男女と女との間の結婚とは成り立つものではありません。足りなくても一人の男は一人の女を通して一人の女は一人の男を通して たくさんの女が自分の周りにいたとしてもその中で一人の女として女と結婚することです。それが聖書に書かれている結婚です。結婚すると子供を産むことができます。血をつなぐためです。 種をまくことです絶対的に信じなければならないことこの子供という種は自分からではなく神様が許してからこそ生まれるものだということを信じなければなりません。ですので子供を産む、産まないということは私たちの力ではなく神様が許,さ許してからこそ得ることができます。じゃあ子供が生まれました。 神様が神の相続者として私たちに任せた人です。自分の子供となる前に神様が許した神の相続者です。神様が与えられた子それを正しく理解してからこそこの出産を通して子供と出会うことが正しく 成り立ちますまた子供が生まれる出産を通して重要なことをもう一つあります子供を産んでからこそその子供がまたお母さんお父さんになります私たちは神様を父と呼ばれています私たちは親の立場になってからこそ神の 千葉を少しでも理解することができるようになります。ここで既に結婚されている方たちもいて、また幼いレムナントたちも大きくなれば結婚をすることなんですけれども、この,この初めに結婚すること。 必ず神様が男と女と手合わせるようにさせます。アダムにエヴァを許されたかのように。そしてそのアダムがエヴァに愛の告白をします。そしてその二人は連合され一つとならなければなりません。それが聖書の中の正しい結婚の内容です。 それをともに真似した人がイサクとリブガです。父アブラハムが一番信じていたしもべでした。遠くのところから。遠くからイサクに連れてきました。 イサクは準備,して準備しているうちに遠くから来ているリブガを見てとても喜んでいました。そして二人は会って結婚をして一つになり、家庭を築きます。一つになったということはこれから別れることはできません。その別れれば別れることではなく、 死のこととなります私たちはこのような聖書的な結婚をしなければなりませんもちろんそうしなければならないことなんですけれども私も結婚するときには知りませんでしたですので結婚した後にとても苦労しましたこれらを既に経験した大人の方たちは私たちを通して 私たちが既に受けたこの教訓を通して私たちの子供たち、地世体には正しい結婚観を伝えなければなりません。そしてこれから結婚していく方たちは必ずこの聖書的な結婚が皆さんの結婚とならなければなりません。結婚とは第二の始まりです。 未来となります皆さんがたとえ結婚の前は少し足りなかったとしても神様が望んでいる通りに結婚して聖書,の聖書に書かれている通りに結婚すればその家庭を通してその子孫を通して神様の働きを本格的になさいますですので結婚を早くすることが重要なことではありません。 正確に聖書に書かれている結婚神様が望んでおられる結婚とは何か知ったゆえに結婚することがとても重要ですこの結婚とはとても重要なことですイスラエルの結婚の不襲が聖書にはモデルとして書かれています イスラエルの結婚式、婚礼式は処理、えー、なさるキリスト、また再臨なさるキリストをモデルとして書かれています。大きい2番です。特別な場合の結婚。 今世の中で流行っているものが結婚をしないで非婚している若者たちが増えているということです。結婚をせず一人で生活するということです。どん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 一人で暮らすこの結婚を拒否する非婚というものが流行っています。これは先に結婚をして家庭を築いて 生活をしていた大人か、大人たちの責任かもしれません。本当にその姿が良いものとして。見られたならば、あ、私もあのように結婚して生活したいと思うべきです。しかしその反対の場合はどうなるんでしょうか。結婚をする。したいという気持ちがなくなります。しかしそれらは世の中で見る目であって、世の中の抱負となります。 私が結婚をしないということは、創造の秩序に反するものです。結婚とは、私が選択するものでありません。神様が選択させてくださいます。私が選択して、私が結婚するんだという人は、正しい結婚を理解されていない状態です。 この結婚とは絶対的な神様の選択です。もちろんそんな中でも結婚をせずに生活する方たちがいます。聖書を見てみますと、シトパウロが結婚をしていないというふうに記録されていますが、 神神様様のの特別な計画のたた。めに、が結婚を許ししていませんでしたそのような神様の特別な許しがあった場合でなければ最近の若者たちが言っていることのように私は結婚しないで一人で生きるということは神様を知らないから言えることであって神の創造の秩序を破壊する言葉となります。 そしてまた2つ目は離婚です。結婚をしたんですけれども、その後離れてしまいます。別れてしまいました。この離婚とはこの離婚,を離婚は目に見えないんですけれども、周りの人々にとても大きな傷を与えます。本人たちが離婚したから、本人たちだけで終わることではなく、周りの人々に大きい傷を与えます。 もちろん誰も離婚したいから離婚をとても好んでする人はいませんしなければならない状況だからそのような状態だからする人々もいます福音が基準となって伝道が基準となりまた自生体が基準とならなければなりません私たちの周りを見てみ,まし見て,みても離婚されている家庭の子どもたちがたくさんいます 実際に私のお兄さんも今は亡くなられていますが生きている時に離婚を経験しましたその離婚されている家庭を見てみますとその子どもたちは今ここに座っているとしたら親が離婚されているということに影響を受けてはいけません親が離婚したことに であって私が離婚したわけではありません。その親の離婚を見てそこから逆にむしろもっと大きい教訓を得なければなりません。そしてもっと正確な過程を築いていかなければなりません。で、同じことを見ても同じ状況を見ても私がどのような教訓を得て どののような目でで見ててるのかはとても重要です離婚されている家庭の子供がいたとすればその親の結婚、家庭を見てみながら自分の力では耐えきれない傷があるかもしれません。しかし、そんな中で神の計画を見なければなりません。 そしてまた3番、再婚です。再婚に対することもあります。再婚する人々に対して、このタイにも再婚する人々は結構多いんですけれども、ですので皆さん、現場を見ながら理解してください。再婚する人々が必ずやらなければならないこと。 初めに結婚した時の傷その傷を必ず癒してからこそ再婚をしなければなりません確かにその初めの結婚で受けた傷とかたくさんの悪い経験を必ず癒してからまた再婚しなければならないんですけれどもこういう過程を 無視してまたそのまま再婚してしまうともう一回失敗するわけですそしてその中には再婚にはまた子供の問題も入ります再婚に成功する方法は一つしかありません結婚とは初めに神を知ることだと言いました そしたら、神を知り神様に献身しなければならないんですけれども一般の家庭が神様に100%献身するとすれば再婚した家庭は必ず200%献身しなければなりません当然神様はその家庭を200%祝福されます そして大きい三番です。もう一つ、理解していかなければならないことがあります。普通、結婚に成功したことを成婚と言います。 結婚式が全て終わった後、じゃあこの結婚式,結婚式は成り立ったものだという潜伏するときに結婚,が結婚が成功されたといいますが、私が表現したいものはなるの漢字ではなく、清い,か清いという漢字を使って成功と書きたいです。 世の中の一般的な人々が結婚に成功する成婚ではありません。信じるすべての人々には、キリストの花嫁となっています。もう一回言いますと、私たちはキリストと結婚したわけです。男でも女でもそういう意味ではありません。 聖書はキリスト私たちの新郎としてそして私たちはキリストの花嫁として表現されています救いの方法です先に言いましたがイスラエルの結婚を見てみますと新郎が花嫁の家に訪ねていきます そして花嫁とその花嫁の家族たちの前で結婚を約束します。それはキリストがこの世に忠肉されてこ来られて私たちを救うことの例えです。そしてその進路は。 花嫁の家族の前で花嫁と結婚することを約束してから再び来ることを約束した後自分のお父さんがいるところをもう一回戻って自分と花嫁が生きる結婚してから暮らすところを備える準備をします。 そしてまた時が来るとその花嫁を迎えに行くわけです。その時は一人で行くこと行きません。自分の友達を連れてとても祭りをするように喜びながら迎えに行きます。それは救われた私たちがこの世の中で生きな、生 生きながらその全てが終わったら永遠の命を持って天国に行ってキリストと永遠に共に生きることこれらを意味します全ての信じる者はキリストの花嫁なんですけれども何を信じているのか私たちの信路となるキリストが 死んだよみがえられた復活の初尾だということをこれを信じていなければなりません。ですので、新郎となるキリストは初尾となり、私たちキリストの花,花嫁となる私たちはその次の実りとなります。そしてキリストとの霊的な結婚を意味します。 この中で神の特別な計画が潜まれています。ですので、結婚することが、結婚をしてない人の中でも、キリストと共に結婚して、神様の特別な計画の中に入っています。ここれらののとは、は、世中で 教え,ることが教えることのない結婚の内容です幼い子供たちもレムナントたちもいますのでこの7章はパスしようかなと思いましたが幼いレムナントたちには遠い話に聞こえるかもしれませんが子供の時から必ず正しく 知らなければならないことです。どうせ子どもたちも大きくなれば結婚しなければなりません。子どもの頃から理解して準備されてからこそ結婚すること。そうすればその過程を通して神様の大きい働きがなされます。結論です。結結局この結婚とはなぜ 重要なんでしょうか神様は私たちが私たちに平和を与え,る与えることを望んでいます。与えの福音書古章9節を見てみますと「平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから」と書かれています。 結局、神様が私たちを選択して呼ばれた理由はどこにありますか一生がいい平和を作ることができない人々の中に平和を与えるためです。私たちは一度の生活を生きています。絶対に二度生きることはできません。 私たちに与えられた一度の生活その生活はキリストが始まりとならなければなりませんそして私たちが何のために生きるんでしょうか神のの栄光のために生きることですキリストから始まり神の栄光のために生きるその過程は 精霊十万の庶人となります私たちに与えられた一度の生活の中で神様が一番望んでおられることです良い行いをして豊かな生活をして良い暮らしをすることとても重要なんですけれども何をしてもどういう生活をしてもどこで 生きていてもすべてキリストから始まらなければなりません。ですので私たちが求めることは一つしかありません。生霊寿命です。そしてそのことの承認となることだけが一番人間らしく生きる生き方となります。 そして結論の二番です。私たちに一度だけの機会が与えられました。それが世界福音課七十七四二三七です。私たちに一度だけの機会を与えられ、一度だけのチャンスを与えられました。何のために生きるのか、神の栄光とは何なのか。 神様の栄光、神の栄光は当然ながらも世界福音化です。その世界福音化のために、この私が住んでいるタイの地,地域77県を生かし、周りの4カ国を生かすこと、とっても重要なことです。もちろん私たちがすることではありません。神様がなさいます。そのために私たちにその機会を与えられました。 皆さんの生活がこの中で見えてきて、皆さんのその生活の中で機会として必ず現れます。その反対に皆さんの生活がこれとは全く関係がないとすれば、皆さんの生活の中で世界福音課774237の機会は与えられません。そのための私たちに必要なものがあります。1人の方に対する信仰です。 結論の大きさは1人の方に対する信仰ですその1人の方がただキリストですすべてを持っていてもこの方1人を持っていないならその生活は何もないことと同じです神様から与えられた生活神様から与えられた機会がない生活だからです 私たちが結婚生活を置いて見てみますと結婚して夫婦生活を平凡な夫婦生活を持続するといえば時間が経ってば経つほどその夫婦生活は何の意味もありませんもちろん仲の良い夫婦ということはとてもいいことです しかし神様が望んでおられるこの平和な暮らしということとは関係の,関係のない遠く離れた生活となってしまいます見た目には平和に見えるかもしれませんが誠の平和とはほど遠い生活となってしまいますですので私たちが結婚して夫婦として生きる中で その生活は福音と伝道と関係がなければなりません。福音の中で結婚をして、伝道の中でその答えを得ること。福音を味わいながら伝道の答えを得ること。これが平和に生きる、平和を作る方法となります。整理してみますと。 キリストの救いと神の創造の秩序これを誠に正しく知ることができるように自分に誠の平和を味わうことができるようになり私と関係のあるところにもその影響を及ぼすことができますですので皆さんが本当にこの事実を正しく知っているならば全てつながるようになります私の人生が その中で結婚に対する正しく理解そしてその過程は神様とつながっているのかですのでこの中にとどまっているならば私たちに問題が来たとしてもその問題は絶対に言えますが本当の問題ではありません その問題は神様が私たちと共におられることを体験させるための問題となります。この時、得,ら得る祝福があるんですけれども幸いの祝福です。自分が うん、幸いなことは自分がやりし,、うん、したいことを全てできるようになったら世の中では幸,だ幸いだと言いますが本当の幸いなことは神様が私と共におられることを誠に信じることを幸いだと言います時間があんまりないのでヨセフ一人を例えに言いますヨセフが自分のお父さんとなるヤコブと共に ヤコブの愛をたくさん受けながら、良い服を着て、そのお父さんの家で共に暮らすときに、そのときにも神様はヨセフと共にいました。しかし、ヨセフは自分が望んでいなかったのにもかかわらず、兄たちに、兄たちの手に売られて、エジプトの奴隷として売られました。その奴隷として いる時にも神様はヨセフと共にしました。どっちも共にしましたがヨセフが本当に神様と共にいると感じることはどんな時なんでしょうかヨセフが奴隷と売られた時その時にもっと大きく体験することが的だと思います。ですので神様に与えられた祝福幸いな祝福信じていなかったそのポテバル 長官でありましたが。その奴隷であったヨセフを見ながら。あなたのおかげで、私は祝福されたと。それが聖書の内容です。もちろん、私たちが問題をきて、問題をきてと望む願う必要はありません。 しかし問題がなかったらないままこの中にとどまることが祝福であり問題が来たとしても皆さんが本当に主と共に幸いな生活を体験すればそのおかげで私が平和を得て私の平和を伝えることができるようになればその それを置いて平和を得させようとしてあなた方を召されたのですという題目に当てはまる人生活を送ることができます。その祝福が1週間皆さんの現場で体験することができますように神様感謝いたします。1週間私たちに与えられた誠の平和を 味わううことができますように私たちに与えられたこの御言葉が証拠として体験することができるように祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン